旧約聖書ってのは偉大だよ。どうして偉大かっていうと、物事を大きな視点で見ているからだ。人間一人が成功できないのも人類視点で見たら良くならない。だからそう、人類視点で良くなることを行えば、人類視点で何だろう、あんたを見てるとあの曲を思い出すよ。考えるってことをすると、何曲だっけ、とりあえずとても悲しい曲だよ。準備してるってことみんなが読むべきだよ。旧約聖書はそう考えると、生徒の狭間が見つけられるかしら。栄えるそうそう、私自身です。人間一体限りでは栄えるように思えるとても、もっと大きな人間は栄えない。だから失敗者とか、例えばいいのは悪いけど、だから遺伝子的には結論があるっていうふうになれるわけだよ。だからそれは大きな未来からできたから、それがどんな人もやはりイエス様のおっしゃる通り愛さなければならない、そして守らなければならない。旧約聖書は素晴らしい本だよ。ほら、虫歯ならここにどういう意味があるぜ。近く敵がいる。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 敵がそして古代にそういう知恵を残した偉大人、偉大だよ。だけど会議しても知らないけど、認知科学者の間口って言い出したのに少しだけ、自分の周りのことまで考えると力が増すんだって。だから自分の周りだけじゃなくて人類のためと思ってみんなやれば、みんなが利益を得て、みんなが力を得て幸せになるんだよ。おそらく。今狙って戦争に。チャックで出さない。食いすぎなんだ私は。もうこの辺とか片手ないとか、おじいちゃんだから。おじいちゃん。新しいキルリーダーが生まれました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 。
ゃなんて、なんてさが騒がしいんだ。私はなんか壮大なことを言ってますけど、今の私は私という言葉に箔があって、おじいちゃんっぽくなってるんだ。なんでそうなってるかっていうと、やっぱり究極の英単語を見ていて、それに発音が難しいからね。確かにそうなんだけど、敵が近くで戦ってねるんだからね、ちょっと今自意識過剰になってる。こうなるとクヨクヨしちゃうんだよ。旧約聖書の話になったのは、それもそうなんだけど、究極の英単語を読んでいて、究極の英単語をよりよくうまく読むためには、結構難しい単語が書いてあるから、その難しいことを得意する人格を反映するみたいな風になっちゃうから、だから旧約聖書は偉大であってるんだ。自分が行動することによって即自分というものが書き換えられて変化する。やっぱりこれ認知科学によって人生の変更が可能になってるって言ったら、
求めてる。アルティメットが使えない。よー、アクションを打たれてる。